Hello there at home. Are you ready? We're about to entertain you for the next 365 days. Here are your guides, the Kabul cute twins. Flip flap. Please help yourself with some entertainment before bedtime. Tokyo Days at. こんばんは、ゆうこです。こんばんは、あいこです。3夜連続スペシャル。ラジオフリップフラップ。オープニングナンバーはブージークラクションでピストルと天使。レディオフリップフラップ。ラジオフリップフラップ。今夜は東京デイズアットの179日間をファッションで振り返ります。フリップフラップ。東京デイズアットコレクション。あ、違う顔が。嫌われさドラムベースだ。かっこ悪いと音は色物を形を形にさえたあらやだバレンシューこれだんだんギャグになってきた。あ、ギャグになってきた。アンデュータ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 。いやこれね、話してたね。ぜひ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 やってるやってる。ぜひ髪が長い。これは、あ、桜作ってるんだ。椎名林檎さん、ありがとう。こういう企画だった。ゆうこ、あいこのモノマネします。どうも、フリップラップのあいこです。いや、全然これ今夜は眠れそうにないかも。おそもで寝こせ。おやじじゃないか。とにかく笑って、年末は喜劇に決定。デジタルな感じでございますね。ギャグだ、おばさんだ。キュートなイラストはキュートな女の子に任せなさい。あら、そんな、あんたじゃない。ハッピークリスマス。あ、つけ染めしてる。あ、そう。なるほど、私はちなみに63枚。誰だって感じ、ね、さあ、続けて。こう天使も可愛いよね。天使ね、羽がまた、ね、羽ピロピロして。東京デイズアットは去年の10月1日から始まって一切休みないんですよ。これ毎日毎日そういう番組ってないよね。他にね、ないね。まあ、やってるとしたら天気予報ぐらいじゃない。うまっ。なんかちょっとおばさんっぽくなってない？衣装と顔が合ってなくてない？見てこの顔、ゆうこの。なんだかゾクゾク。寒そうだ。あ、髪の毛長い。うん、電気つけてね。ちょっと照明さん、あ、寒い。どうも、何やってんだろうね、この二人ね。なんか、あ、あ、でも顔が違うかもしれないね。みんなちょっとだんだんと。あ、そんなこともないね、これね。子供っぽいね。やっぱ衣装がちょっとこういう可愛らしいお人形系だからかな。踊るのよ。あ、これ。ゆうこ踊るの。すごい恥ずかしかったやつだ。恥ずかしかったの、ノリノリだったやつ。こうするのよ。見てこうするのよ。これ何ですか？え、これ何？自分なりにやってみたんだけどさ、タップ。ちょっとだって。そんな恥ずかしいこと踊れません。踊るのよ。何？こう絶対笑ってよみたいな。ループ内で声が止まりますか？ああ、ここで切りましたね。よし。パラ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 。これ、あ、これね。これすごいですね。アットスクープ。あ、切ってる切ってる髪の毛。大変にエッチなクラブイベントです。お子様は目を閉じてください。あ、この最近だね。せっかくさ、これさ、カツラかぶれたのにさ、こんなのね、おばさんっぽくなったよ。見てどっかのマーケットに行きそうじゃない。君のアウーだしね。まあね、半年やってみてまずどうだったかという。あー、そうだね。最初はさ、そのエンターテインメントってなんだろうっていうこの程度で、うちらにしては、まあ、そっから入っていきまして。でもいいよね、この番組を通してさ、うん、まあ、ゲーム発売の日にちとかも分かるし、うん、分かるし、いい映画も分かったじゃない、うん、そう。また1日だけじゃ分からない、毎日見て良さが分かる番組、伝える情報が毎日違うでしょ。しかもうちらも週替わりでギャグになったりシリアスになったり、だから1日だけじゃわからない。もう毎日365日デリバリー東京デイズアット。うわ、はい、
突然ですがここでお知らせがあります、はい、長い間ご愛顧いただいた東京デザット、ご優子いただいた東京デザット、今夜で終わります。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。